キキイチ1946年7月15日は中国の詩人古典論家名は家字は雄造または友山後に聖火大学に入学後になお沢と改め学友である半光ヒカの勧めにより一の字を加え筆名を一太とする青年期のキキイ1899年古北省水県下友江が陳夜霊出身家は 地方の名簿家で、6歳から市について、3事業、洋楽経輪、自我と4章を読む。7歳になると、市範学堂出身の家庭教師から新しく、編纂された、国文、歴史、博物、修身などの教科書を習う。11歳に、部署の両子市範付属小学校に入ると同時に、叔父の経営する改良私塾で、国文、英語、数学を学ぶ。 13歳の時に、侵害革命が起こり、難を避けて、家に帰る。1913年から、聖火大学で学ぶ間、聖火習慣の編集に加わり、1919年の54、運動に応じて、聖火大学の代表団で初期の仕事を引き受けている。1922年からアメリカに留学し、シカゴ美術館で、ファインアートや文学を学びつつ、 詩集発表などの創作活動にも取り組んだ。1925年には帰国し、聖火大学で教鞭を取った。日中戦争中は、雲南省昆明で疎開した大学を統合した、西南連合大学で文学部長を務めた。戦後は、中国民主同盟の委員となり、中国国民党の政治腐敗に抗議活動を行ったが、1946年に、 本命において国民党の特務機関によって暗殺された。キキイチタが西南連合大学教授職時代の1942年に執筆した論文。参考固帝の副議と女歌が中国少数民族の宮王族の先祖にあたると論証し過剰説を検証する一つとなっている。また、副議と女歌のどちらも中が空洞のものを表す。 共通の概念が分岐したという同一説をも展開した。メカダマコト、落紙の不講談者学術文庫、1989年、P263。メカダマコト、落紙の不講談者学術文庫、1989年、P261。ありがとうございます。